お元気ですか、ボクシュミでございます。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画、15回目でございます。はい、まだまだね、まだ、残ってたのでね、5袋だけですけどね、購入してみました。それではね、やっていきたいと思います。またね、久しぶりにまた白い手袋に戻りました。それではね、早速開封していきたいと思います。まずはね、1袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの小川泰弘投手でございます。広島カープの小園海斗内野手でございます。2袋目でございます。クライマックスファーストステージ第3戦劇的同点弾を放ったロッテ藤岡選手のカードでございます。読売ジャイアンツの秋広優斗内野手でございます。3袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの田中正義投手でございます。4袋目でございます。で、キラカードが出ました。千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手のこれキラでございます。で、読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。最後の5袋目でございます。ソフトバンクホークスの和田剛投手でございます。阪神タイガースの大竹耕太郎投手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第15回目終わりたいと思います。で、8月15日には、この以前出しました2024プロ野球チップス第2弾の開封動画、第2回目もね、やっていきたいと思いますので、ぜひお楽しみください。で、この BBM2024 ベースボールカードセカンドステージも購入しましたので、届き次第開封動画としてあげたいと思いますので、よろしくお願いします。前編後編で分けてやっていくのが私のスタイルでございます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。